キサラギショー。1着オープンファイヤー、2着フリップ隠し、3着全流し、4番だけ5000円。はい、スタートしました。内から2番のフリームファクシースタート、1番のシェイクアハートが行きます。7番のオープンファイヤーも今日は5分のスタートで、さあオープンファイヤーはどうするか。前の2頭、1番のシェイクアハート、2番のフリームファクシー、外4番のレミージュ、3頭の争い、この3頭が後ろを離していきます。5番のロゼル、内3番のクールミラボー、そして7番のオープンファイヤーは後ろから3頭目、前までは10馬身ほどの位置です。2番のフリームファクシーが2番手に上がってバックストレッチに入りました。川田騎士は手綱を抑えながら、3番手のインコース1番のシェイクアハート、ペースが落ち着きました。残り 1200m です。あとは2馬身離れて、外からは5番のロゼル、内3番のクールミラボー2頭並んでいます。オープンファイヤーいいよ。7番のオープンファイヤーが追走、前からは6馬身、3コーナーのカーブに入ります。4番のレミージュ先頭でリードが1番手半800切りました。2番のクリームファクシー2番手の位置、3番手1馬身差、1番のシェイクアハート、馬順は変わりません。それから5番のロゼルが徐々に上がっていった。内からは3番のクールミラボー、7番のファイヤーも前の差を詰めていって、上から4でも724、先頭4番のレミージュに2番のクリームファクシー、早めに並んでいって直線、クリームファクシーは馬場の真ん中に出していった。川田優雅、先頭2番のクリームファクシー、内4番のレミージュ懸命に粘っている、外から7番のオープンファイヤー、現在3番手、間から5番のロゼル、1番のシェイクイワハード、坂を渡った2番のクリームファクシー先頭ですが、7番のオープンファイヤーが迫ってきた。しかし抜かせないか、クリームファクシー、オープンファイヤーボールイン、2番のクリームファクシー振り切りました。気を取り直して、ドカシン無敗。まあ、こっちが本命やし。はい、さあ、行くぞ。スタートしました。まずは2番ウィンカーネリアンコーダッシュ、3番2番手は8番のファルコニア、3番手は固まって12番シュリ、内側にフリースリーターン、3番手4番手、その後ろ16番プレサーズリフト中段になっています。内は4番ビンハイ、2馬身離れて11番カイザーミノル、さらには5番インダストリア、2馬身離れて内3番ジャスティンカフェ、外は並んでいく14番エアロロノア、3コーナーカーブに向かって3、4コーナー中間に向かっていきます。先頭2番ウィンカーテリアン、体半分リード、2番手は8番のバルコニア、3、4コーナー中間から4コーナーカーブ、3番手は12番のシュリ、4番手内1番プリンスリターン、前から5投目、15番ナミュール、第4コーナーから直線に向かっています。先頭2番のウィンカーネリアン、体半分リード、並んでいく8番ファルコニア、今度は先頭か、残り 400m 坂を上がっていく、前から3投目、12番のシュリ、内は1番プリンスリターン、さらには外、15番ナミュール、伸び上がる、どうか。現在4番手から3番手上がっていった、左右内からは6番のマテンロオリオンです。あとは15番の16番プレサージュリフト、先頭に2番ウィンカーネリアン、追って15番ナミュール、さらには16番プレサージュリフト、ようやく3番ジャスティンカフェ接近する、先頭はわずかに2番ウィンカーネリアンか、ナミュール並んでゴール、際どくなった外は16番のプレサージュリフト、3頭広が